こんにちは、カバゴロウです。今回はこちら、高層機の小鏡3ブルースポンジなんですけれども、高層機の小鏡3ブルースポンジは卒業しますという題でお送りしていきたいと思います。私は社会人になって中学生以来約17年ぶりに卓球を再開して約6年くらいになりますが、そのうち約3年以上ずっと愛用していたのがこちらの高層機の小チーム用ブルースポンジ、通称小鏡ですね、小鏡3ブルースポンジを使用していたわけですが、どうもここ数年ですね、私はこの小鏡3ブルースポンジをあまり使っていて気持ちよくないなぁと思うようになり、で実際あまり良いプレーもできなくなっていたという問題がありました。ラケットもですね、メインで使用しているインナーフォース ALC、ここ 1,2 年ぐらい使用していますですとか、エヴァンホルツの5枚とか7枚とかですね、こういったやつですとか、それだけではなくてティモボル ZLF とかですね、あとは最近だとティバーのですね、サムソノフフォースプロブラックエディションとかですね、あとはスティガのインテンシティ、これ今度レビュー動画出しますのでお待ちください。スティガのインテンシティですとか、ローズウッド XO、 同じくスティガのラケットですとか、あとは代表的バタフライアウターラケット、ティモボル ALC ですとか、ですね、いろんなラケット、ありとあらゆるラケットをですね、最近試してみたんです。改めて、小鏡3ブルースポンジに合わせたら、今の自分には何が一番使いやすいんだろうみたいなことを、改めて同時比較してみたりしてました。実際ですね、その証拠に伝えるなんですけど、こんな感じでブルースポ他にも何枚か持っていますので、そういうことができると言ったわけでございますね。こんな感じですね、何回もこんなに証拠、これが証拠だなんて言う必要ないんですけど、こんな感じで試しておりました。しかしですね、どれを使ってもなんかこのブルースポンジがですね、小鏡3ブルースポンジがですね、どれで使ってもなんか不自然な弾みを感じるようになっちゃったんですよ。そしてちゃんと振らないと入らないと、チョリドラミっていうんですか、ちょっとサイドからこうボールをこうドライブしたりとか、もしくはストレートにこうドライブを打ったりというような、こうドライブするのにこう飛距離が短い場合なんかが特にオーバーしたりということもあるし、難しかったですね。で、硬いから、これは39度、私は39度をいつも使用していたわけなんですけど、これが一番ブルースポの柔らかいコードなんで、39度を使用してたんですが、それでもやっぱ硬いから食い込ませるのが難しいわけなんですけれども、しかし弾みは結構あるんですよ。そこそこ弾むので、食い込ませるのが難しいので、しかもってことで先にね、食い込ませる前に飛んでいってしまうんですよね。おかしいな、なんかボール弾んじゃうな、飛んでっちゃうな、回転かける前にみたいなことをずっと悩んでたんですけど、これがやっぱ他のさっき言ったような感じでどのラケットで試しても一緒だったということになってしまいましてですね、それでこの問題っていうのがどのラケットでも同様で消えることがありませんでしたということだったんですね。で、そしてこれを解決するために私ができることは、だから2つあるなというふうに考えたわけです。で、1つっていうのは、その小鏡3ブルースポンジを貼って使う時にはスイングをコンパクトにしようということですね。で、もう一つっていうのが打点をなるべく落としてドライブをするっていうことになります。こうするといくらか小鏡3ブルースポンジをなんかね、使ってるなっていう感覚が味わいやすい、なんかこうボールをグッと掴んでグリップして、で擦って回転量の多い球を飛ばすっていうことをなんか割と感じやすかったのが、この2つのなんていうんですかね、苦肉の改善策みたいなところがあったんですけれども、しかしですね、それぞれにやっぱ問題がありまして、私はもともと、まず一つ目のスイングの問題なんですけど、スイングは私もともと結構縮こまって打ちがちなとこがある、指摘されるぐらいなので、
ラバーの性能に合わせてスイングを矯正したくはないなっていうのがありました。それにラバーの弾みに合わせてスイングやその力加減っていうのを著しく、ちょっとじゃないですよ、著しく抑えるっていうのはやっぱあまり自然なことではないよなっていう、やっぱ違和感を感じずにはいられないということになります。で次に打点を落として持ち上げるようにドライブをかければグリップ感を感じられて良いフィーリングなんだっていう話なんですけど、やっぱりこれは私は状況に応じてその立ち位置っていうのは変えたいし、まあ、当然打点も変わってきますし、そもそもやっぱわざわざ打点を落としたくはないですよね。まあ、あとは打点を落としたところからグッてドライブかけるなら、まあ、どのラバーでもそれはかける感じあるだろう、それは気持ちいいだろうっていうのを思ったりもしますし、はい。でまあ、これっていうのはもしかするとなんですけれども、まあ、私もまあ6年ぐらい卓球やってきてですね、さすがに6年前よりは今よりの方が全然上達してきているっていうことで、やっぱ必要な時には早い打点でその前でも打つ場合っていうのをちゃんと選んで、そういうこういろんな場面で打ったら前で打つ場面が増えてきたのかなみたいなことをもしかしたら感じたっていうのもあります。それで以前よりもこうグッとこう引っ掛ける時間がなくなってきてるのかなみたいな、というぐらい私は以前はループドライブばっかり打ってたっていうような、まあ、今よりもずっと下手な時期の話なんですけどあったので、まあ、そういうこともあるのかなというふうに思いました。はい。なのでまあそれに比べるとですよ、まあ、それに比べるとっていう話になってくるんですけど、これがですね、私が今使用している、まあ、メインのラケットになるわけですが、ここ1年ぐらい使っている強氷350、強氷350っていうのがありまして、まあ、これが最近私の愛用しているラバーになりまして、これはねやっぱ弾まないんですよ。打った分しか飛ばないで、コードが中国コード35度なんで、ドイツコードで45度程度に当たるんじゃないかなってことで相当柔らかいんですね。まあ、ロゼナとかそれぐらいのレベルなんですよ。だからすごく食い込みやすくて、で弾まないんでフルスイングしてもオーバーしないで、回転は十分にかかりますね。相手全然オーバーしてくれたりするんで、まあ、結構もちろんブルスポに比べたらみたいな話は別なんですけれども、まあ、十分かかるってことで私には最適なラバーだっていう風に感じているっていう現状があります。まあ、あえてケチをつけるなら、まあ、弾まないっていう話なんですけど、弾まなすぎるぐらい の話だったし結構飛ばないです。はい。だからむしろ力は使うので、まあ、あとはこのラケットもインナーに合わせるっていうのが良かったりします。はい。そうすることでラケットの弾みとがラバーの弾まなさを補ってくれるみたいなところがあるからです。はい。で、あとはその本格的なブルスポのような粘着ラバーに比べますと、その癖玉とか、まあなんかそういうのが出ないっていうのもありますよね。あと絶対的な回転量も少ないっていうのもありますよね。はい。まあ、つまりですね、この強氷350っていうのは弾みを抑えたスピン系テンションラバーと言ってしまってもいいような存在なのかなっていうふうに思いますね。はい。で、そしてこれに似たラバーは他にないのかなっていうことで、スピン系テンションに近いってことで、まあ、例えば強氷9とか普通のピンクとかバイオレットとも違うと思うし、どっちかっていうと、まあこれも今後レビューするんですけど、ラクザ9っていう朝子のラバーとか結構似てるなとか私は思ったんですけど、まあ、そんな感じなんですよ。私に合う、今合うなと感じるラバーっていうのは、もう私に今合うなって感じるラバーがこういう固めの粘着じゃなくて、結構もうどっちかっていうとテンションじゃんみたいな感じの粘着の方が自分に合ってるなって感じるので、このことから私はもうそういう生粋の粘着ラバーを使い続けることっていうのを、まあ諦める決心がついたなっていう感じになったというわけですね。はい。これだけ小強3ブルースポンジを、まあこちらにあるラケットも含めて、まあ様々なラケットに貼って、まあ使い続けても、まあ同じ感じだった、しっくり来なかったから、もう本当仕方ないなっていう風に思ってます。はい。そんなわけで私は小強3ブルースポンジは卒業します。はい。卒業おめでとうございますと、まあ、自分に言ってるわけなんですが、はい。ということで私は今後はこちら現状ですね、強氷350使っておりますけれども、こちらを愛用しつつ他にも良いラバーがないかなっていうのを冒険していきたいという風に思っております。はい。なのでこれからはそれ以外の粘着ラバーや粘着系、または微粘着系テンションラバーとかっていうようなジャンルをいろいろ冒険してみようかなというふうに思っています。試しに購入してみて使ってみた昇竜とか八坂ですね、同じく八坂の桐竜とか、
回転も量もあって弾みも抑えてあってなんか使いやすいかなっていうなんか結構一時第一印象をですね受けていますので、このあたりも今後のレビュー動画出していくのでよろしくお願いします。自分に合ってるのはこういう方向性かなって感じているので、まあ、それらの今後のレビュー動画をご期待いただければというふうに思います。あとはビクタスのね VJC07 スティッキーエキストラっていうのも2019年に発売した比較的新しい商品ですが購入してますので、このあたりのレビュー動画も今後出していきたいと思います。はい、そんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。今回は3年以上愛用してきた高層機の小鏡3ブルースポンジを卒業しますというタイトルでお送りさせていただきました。よかったら何かの参考にしてみてください。というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。